しくできたプールにウォータースライダーがあるらしいんですよ。ウォータースライダーってあのウォータースライダーか。はい、そのウォータースライダーっす。ん、なんだそれは。知らないの夏目さん。そっか、夏目さんはいつも海で泳いでるから見たことないのか。タマが教えてやる。ウォータースライダーってのはウォーって滑ってタって着地するあれだ。ほうって今ので本当に分かったの。いや、さっぱり。タマ子さんじゃ無理みたいね。じゃあ私が。ウォータースライダーっていうのはウォーターをスライドするエキサイティングなアトラクションよ。ウタの、その説明はないと思う。うむ、なるほど。本当に分かったのか。雰囲気はなんとなく。はいはいはい、説明コンテスト私たちも参加します。いつの間にかコンテストに。ウォータースライダーというのは長い滑り台の表面にお水を流して、その水の流れを使ってプールの中に滑り降りる楽しい夏のアトラクションなのだ。あら、その数にしては随分ちゃんとした説明だったもんね。今の説明で大体わかりましたか、夏目さん。ああ、薄ぼんやりだが見えてきた。ガーン、ぼんやり。せっかく真面目に説明したのに。要するに、流しそうめんの人間版ということか。はっ、小羽倉さん、誰よりも上手に説明してしまったわね。それは楽しみだな。あ、そうそう、ウォータースライダーの他にも飛び込み台とかいろいろとあるらしいですよ。わー、やってみたい。じゃあ今度みんなで遊びに行こうか。賛成。ちかげも今回は嫌だなんて言わないわよね。去年買った水着もあるしね。プール、いつ行きましょうかね。次の休みはどう？天気が良かったらだけど。気が早いわね。フーさん、グッドはハリーよ。無理やり英語にしなくても。けど行くなら盛り上がってるうちがいいわよね。水着とタオルと水中メガネと、それからそれからって言うな。なんで水泳道具が学校のロッカーに入ってるのよ。グッドはハリーだからね。流行ってるのそれ。ユキユナ、準備完了です。待って、ユーナちゃん、お弁当は私が作るわ。スミちゃん、お手伝いよろしくね。あ、ええ。お弁当もいいけど、泳いだ後ってなんだか無性にラーメンとか食べたくなりません？わかるわ。うどんも美味しいけど、泳いだ後のラーメンって美味しいのよね。でしょ、せっか。私はいいや、楽しんできて。なんでだよ。みんなで行った方が盛り上がるだろ。実は私、得意じゃないんだよね、泳ぐの。ちゃんと習ったこともないし。私も運動の中でも特に水泳は苦手で。私も。あれ、いつきちゃん、去年は一緒に海で泳いだよね。浅いところで水遊びをするくらいなら大丈夫なんですけど、新しいプールは足がつくかつかないかの深さだって聞いたのでちょっと怖くて。に、それ下手したら溺れちゃうんじゃないの。私、遠慮しておこうかな。だね、勇者がプールで溺れたりしたらそれこそ大問題になっちゃうし。私も失礼します。スミ？え、ちょっと、あれ、東郷って確か泳げたわよね。はい、スミちゃんどうしたのかしら。プール、みんなで行くって言ったら大社がバス出してくれたりしませんかね。そうね、
ちょっとお願いしてみるわ。遠足みたい。ワクワクワク。行かないって言っちゃったけど、楽しそうだよね。水泳、ちゃんと練習しておけばよかったな。はぁ、もしよかったら3人で練習しませんか？やっぱり私、みんなと一緒に行きたくて。そっか、そうだよね。泳げるようになればいいのか。泳ぎの上手な人に習えば、まだ間に合うかもしれないもんね。それならやっぱり。どうした？実は夏目さんにお願いしたいことがあるんです。わかった、頼まれよう。いや、一応何を頼まれるか聞いてからの方がいいんじゃないですか。だいたいわかる。味噌汁の具のことだろ。今朝取れたわかめだ、持っていけ。それもありがたいんですが、今日は別のお願い事で。実はカクカクシカジカで、どうすれば泳げるようになりますかね。そうだな、一番大切なのは海に感謝することだ。確かに感謝は大事だとは思うんですけど。私たちが行くのプールだし。ならばプールに感謝を。それって具体的にはどうすればいいんでしょう。正月に酒をまき、春には舞を捧げ。夏が終わってしまいます。できれば1週間やそこらで上達するような裏技みたいなの何かないですか。そうだな、魚たちと心を一つに。だからプールなんだよ。コアグラさんのやり方は私たちにはちょっと高度すぎるかもしれないね。真似しても上達できる自信ないです。うん、ここはひとまず撤収しよう。夏目さん、どうもありがとう。ああ、私からも海に伝えておく。うん、よろしくお願いします。他に泳ぎの上手な人っていうと誰がいいのかにゃ。夏目さん以外で泳ぎが得意な人っていうと、ゆうなさんやたまこさんはどうでしょう。確かに運動神経も抜群だし、いいかも。あ、いつきちゃんにみとちゃんにせっちゃん。あ、噂をすれば。聞いて聞いて、今すっごいもの見たの。びっくりしたよな。蕎麦屋の出前のバイクがバーンってなって、わーっと思った。見て欲しかったよな。それでみんなは何してるの？お二人にちょっと聞きたいこと。あ、ごめんごめん、ちょっと急いでるんだ。んじゃあまた。何だったんだあれ。何か聞きたそうだったよね。せっかさん、どうしてお願いしなかったんですか？ちょうどいいタイミングだったのに。私、理由が分かったかも。土井さんも結城さんもお願いしたらすごく熱心に教えてくれるとは思うけどね。それっていいことなんじゃ。いや、いつきちゃん、あの二人が教えてくれるとこよく想像してみて。多分だけどさ、バーッとやってグーッと動けばスイーだよみたいな教え方になると思わない？なるほど、雰囲気はすごく伝わるんだけどね。丁寧に分かりやすく教えてくれそうという観点なら、アンズさんやひなたさんはどうでしょう。けど水泳って体力を消耗するし、運動が得意じゃない人に頼むのも悪い気が。はあ、どこかにいい指導者いないかな。バーテックスが名乗り出た。ってふざけてる場合じゃないですよ。続きは戦闘の後ということで、出撃の準備を。あ、すごいこと思いついた。
勇者服でなら余裕で泳げるんじゃない？さすがにその格好でプールには入れませんよ。お待たせしました。あ、いつきちゃんにせっちゃん。さっきなんか聞こうとしてただろ。何だったんだ？あ、いえ大丈夫ですね、せっかさん。うん、私らで何とかするから平気平気。ん？何があった？先ほどは夏目さんにも何か相談していたよな。そういえば乃木も運動神経は抜群だよね。実はカクカクしかじかで。なるほど、泳ぎの上達方法か。それなら道は一つ。何かすごい練習方法が？鍛錬あるのみ。ごめん、いつきちゃん、ノギーもまともに言葉で説明できないタイプだった。他に思い当たるのは、ジャストアモーメント。歌の話は聞かせてもらったわ、せっかさん、いつきさん。今回は若葉の言う通りよ。体を動かす系の技術は実際にやってみないと覚えられないわ。スキーや自転車だって頭の中でイメージするだけじゃできないでしょ？そう言われると確かにその通りな気がしますね。実際にやりながらの方がどこが悪いのかも教えやすいしな。楽して泳げるようになる道はないってことか。よかったら私がレッスンしてあげるわよ。そうだな、フーさんに頼めば学校のプールを借りて鍛錬することも可能だ。私も力を貸そう。うん、鍛錬って言葉には抵抗あるけど。頑張れば泳げるようになるってことですよね。ええ、一度しっかり泳げるようになれば体が覚えて一生ものになるはずよ。今やらずしていつやる？ああ、もうしゃあないな。それじゃあやってみよっか。はい。みーちゃん、ビリーブユアセルフ、自分に言い聞かせるのよ。私はトマト、私はトマト、私はトマト。何？洗脳？ノンノン、これはイメージトレーニングよ。今みーちゃんはトマトになってるの。トマトは泳ぎませんよね。いつきさん面白いこと言うわね。そうじゃないわ、トマトって水の中に入れるとドボンって落ちた後浮かんでくるでしょ。その練習。私はトマト、私はトマト、私はトマト。あ、浮いた！浮いたの、私浮いたよ。こら、いつき、せっか、まだ休憩の時間じゃないぞ。ごめんごめん、さあいつきちゃん言っといて。せっか、お前も一緒にやるんだ。いや、私さ、頭で理解してから動いた方がうまくやれるタイプなんだよね。まずはしっかり見学させてもらうわ。いつきちゃん頑張って。頑張りますけど、そんなにじっと見られてるとやりづらいです。そうだな、見学するならばもう少し柔らかな視線で行ってくれないか。さっきからいつきを指導している間中、妙な視線が刺さって気になっていたんだ。いや、それ私じゃなくない？ほら、更衣室のドアの隙間から。キャー！覗き！なんだと？神聖な鍛錬を覗き見るとは、なんたる不届き者！お姉ちゃん！どうしてここが？いつき、泳ぎは私が教えてあげるって前からずっと言ってたのに。そうだったのか。なら、いつきの指導はフーさんに任せて、私はせっかに個別指導ができるな。え、あ、いや、いつきちゃんも何か理由があってノギーに頼んだんじゃないの？ね、ね、そうだよね。はい。お姉ちゃん、私、
泳ぎは若葉さんに習うから大丈夫。そんな、今までいろんなこと教えてあげてきたのに、どうして。いつもお姉ちゃんに頼ってばかりだったから、今回はやれるところまで自分でやってみたいんだ。なるほど、成長した姿を見せてサプライズってわけだったのね。いい話じゃないの。ごめんねお姉ちゃん、余計な心配かけて。いつき、いつの間にか立派になって。ふうさん、いつきの意向を汲んで、ここは私が責任を持って指導するということでいいだろうか。ちょっと寂しいけど、プールの外から見守らせてもらうわ。やった。で、なんでせっかが喜んでんの。いや、別に深い意味は。さ、練習再開だよ。